はい、どうも、キキチャンネルです。今からね、でかい人来るで。今日ね、ちょっとね、ある方のスポンサーになります。うちキキチャンネルが。でね、今日3月17日、ちょうど1年前の今日、その方たちと初めて会った日です。ちょうど1年越しのね、1年越し、うん、一人が1年越しに会います。楽しみです。楽しみです。終わってやさきいけんガッと開いたんで。てかまた出してください、はい、キキチャンネル。そうですね、高尾くん、もうちょっと時間ありますね。ありますね、まだ。じゃあやりましょうか。突然始まるキキチャンネル。あれ、ないない、なんかあるんですか。しかもライトも用意されてます。ちょっと限らずにいけますね。徐々に色に入れていく。色入れましょう。はい、ってことでまたバトルです。高尾くんと、はい、今回の3回戦まず先鋒、前回ねちょっとうち弱かったんで、カーネルと歩む、うちのスタッフ2人が2対1で高尾くんをやっつけたいと思います。何ですか勝負の内容。勝負の内容はもう至ってシンプル。はい、じゃがりこクラッシュ。じゃがりこ知ってますか、クラッシュ。これちょっとこの間買ったんですけど、面白くて。ああ、じゃがりこじゃない。食べるのかと思った。まあ、負ければある罰ゲームが待っています。はい、ってことで第一戦、この勝負あれだったね、2対1ってことは、うちが負ける確率が高くなった。そうだよね。今ちょっと思ったけど、1、僕2番です。そうですね、はい、はい、で、あゆむが3番。じゃあ、行ってみましょう。よし、ちゃんと持って持って。おう。つかめって言っとんの。おお。おお。おお。いいっしょ、いいっしょ。やばいな、これ。おい。おお。じゃあ高尾くん、はい、負けたということで、でー、うわーうわっ。なんか落ちた。うわ、はい、追い虫、うわ。味は、うまいかまずいか言ったらまずいです。だけど食感は悪くない、サクサク言います。はー、イラコはあるんですけどね、バッタないっすね。バッタとは言わないですよ。高尾くん、ちっちゃくてもいいんですよ。え？ちっちゃくてもいいんですよ、ちっちゃいものでも。いやー、これでいいか。いやー、ちっちゃい。足。じゃあ、せっかくなんで、こいつが自己主張強いんで。おお。見えますかね。すごい。見えてますか。見えてます。ちょっと、あの、一人協力者がいるので、ね、あれこれこれ呼んでますね。まずちょっとなんか、行ってみよう。これ一緒に行きましょう、こいつと。潰れてる。潰れた。潰れた。芋虫。乾杯。おー、いい音。カネの顔。おー。ま、意外といける、でも。うん、そんなになんか、うわーっていうほどではなく。うん、え、これも食っていいですか、こっちも。どうぞ。挑戦してみてください。うまい。意外にいけますか。意外にうまいけど、水分欲しいですね。え、食べたことあります、これも。ありません。ありますね。なんかね、違うね。勝った人が違うね。じゃあ、あ、だけど今の食べたやつは、もう全然いいですよね。じゃあ、次選手交代お願いします。
いや俺前回コーラでボロクソにやられた。リベンジやねん。こぼしたんですね。こぼしちゃったんですよ、秒で。じゃあ第2回戦、はい、はい、中堅戦、はい、しんちゃんリベンジ行ってみよう。よろしくお願いします。もうねこれは僕よく遊びましたよ。あー、そうですね、世代ですよね。そう、あの、僕、飲み屋とかでやって。あ、今でも遊んでる。今でもそうして、数年前まで遊んでましたよ、これ。あ、そうなんですか。じゃあ、得意分野ということで。はい。じゃあ、やっちゃいますか。いっちゃいましょうか。じゃあ、最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ、先行でいきます。はい。じゃあ、1番いきまーす。早いんだな。プレッシャーがすごい。うわ、怖っ。うわぁ。おぉ。いやーここなんか怪しい、なんか、今のこれ。でも、いく。あぁ宣言通り行きましたね。宣言通り。やっぱ怪しいところ。宣言通り行きましたね。これなんだろう、ちょっと見えるかな。ちょっとピントが合わないな。ピントが合わないんですけど、何ですかね、これ。ピントが。それね、コオロギだと思う。コオロギですね、コオロギですか。なんか可愛いですね、でも。可愛い。なんか食うの申し訳ない。じゃあ、いただきます。あ、でも、うん、あれっぽいです。なんか、魚の焼いた尻尾みたいな。あー、香ばしい。香ばしいです。で僕、魚大好きなんで、あの、見た目さえ気にしなければいけます。あと、生は多分絶対無理。じゃあ最後、はい、行きましょう。はい、じゃあチェンします。はいっす。はいっす。じゃあ大将戦。リベンジですね、これ。高尾くん、と見せかけて、はい、あの、お土産です。これ、はい、すごい話していいですか。はい。これ、1時間前に僕買いに行きました。ただ、あの、はい、お昼に行ったんで、はい、影武者がなかったんですよ。あー影武者ね、1日20本限定の。そう、10時にしかやらないんですよね。そうなんですよ。これ、あ、食べたかった。インスタ見て、社長の、はい、食べたいなと思って今日買いに行ったんですよ、はい、美容院のついでに。今日綺麗ですよね。このために、このために整えてきました。で、キロスなんで美容院、はい、で、帰り寄って、行ったら、殿、白い方ははい、殿殿しかなくて殿と影武者。そう、この影武者欲しかった、いただいてるんですよ、これ。はい、やった。で、うちに実はもう一本あるんで、帰り、はい、もう一本差し上げます。うわ、嬉しい。僕、黒いのにね。そう、黒い男なのにね。黒いよ。すぐね、前回の動画見てもらえば分かるんですけど、僕の黒くするんですよ、女子の乳首も。すごいね、あの吸いっぷりで。それダメ。使おうか。ってことで、はい、大将戦いってみよう。お願いします。大将戦めっちゃ嬉しいっすわ。おはようす。どうぞ。おーって、おー言われた。これ、今一緒いっぱい、一緒いっぱい、一緒いっぱい、内容は早食いです。で、罰ゲームがもう虫虫ときたから、虫しかないんだよな。そうですね。何がある、うち虫害あるんですか。なんか虫害、何がある。こちらになります。向こうです。あ、こっちが。おー、鼻毛ワックス。あら、あのブラジリアンワックスってやつかな。そうです。こないだ買ったんやけど、結局使わずじまいで眠っていたっていう鼻毛ワックス。次の罰ゲームは負けたらこれです。じゃあお願いします。はい、OK です。じゃあ準備ですか。よし、いきますよ。レディーゴー。いや、まだ勝負は分からない。少女、高尾さん。カットカットカット。おさんさん、うわー、ちょっと暑いかもしれないですけど、今入れてても従業員からのストライキ。ストライキですか。日頃の恨みの。ちょ、本当に暑かったらやばいよ。暑い、これちょっと暑いっすよね。暑いですよね、これ。ちょっと暑ってなるんですよ。へぇー、似合うじゃん。
うっす。ちょっと待ってください。あっち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 。ちゃんと奥まで行こうぜ。で、あの奥まで行ってない。いやー、はい、測ってよ。これ、やりすぎ注意ちゃう。測らなかよ。今から2分でいいです。2分やろ。かかれ？なんか言ってたんだよね、唇に。虫の触覚みたいにできる。よし、虫持ってこい。全部受けたるわ、俺が。怖いなぁ。いや、本当に持ってきてるから。どうぞ。言ったからだよね。コーロと食べてるんですね、社長も普段。食べてないんですか。いや、コーロうまいですよ。コーロうまい。ちょっと選んでよ、これに。美味しくないですか。結構美味しいです。美味しい顔してないけど、全然。よし。はい、それは美味しいですよね、普通に。なんか、経験ですよ。うわ、これ大豆どうぞ、うん、しかも、腹詰まっとるから、これですよ、これ全く無味。これ。あー、バッタ仮面ライダー。仮面ライダー。V3。V3。うわ、痛い。あ、いい、2分経ちました。はい。じゃあ、いいですか。せっかくなんで抜いてもらいましょう。やばい、やばい、力強い。抜いてもらいましょう。じゃあ、両サイドで。両サイドです。僕、じゃあ、これ左の鼻。あ、僕いきます。だから、お前ら、率先してない。普段そんな率先力ねえ。うわ、痛い、唇痛い。うわ、痛い。ちょっと待てよ。じゃあ、カラル。3、2、あーあしんちゃん、これモザイクやん。やるわ。似合うんすよ。ちょ、見て。すごいよ。あの、毛穴の、あれ、ちゃんと白いの。いやー、これ、昨日から僕、ちょっと花粉症が出始めて、その矢先、鼻毛なくなっていいんかな。ダメですね。やばいですよね。逆効果。いやー、そんなこんなで。はい。はい。今回はね、うちキキチャンネル。負けました。ちょっとメンバー1人増やして4対1でやったろう思ったんだけど、ちょっと高尾くんに負けました。高尾くんのマジパレの協賛となって、これからいろいろとお手伝いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。します。ではまた。